両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。なんかワクワクします。ダメージはそこまでない状況、まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。投げ、うまい。どうなる。この端を生かしたい。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。対空キッチスーパーアーツを使っていくわ。出た SA 技。お互い引く気はないか。この近距離戦、そういうこと。バーンとしている。二人ともやる気満々だ。お互い倒しきる。ナイスナイス、かっこいい。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。いや強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。いきなり仕掛けた。このラッゲージを使う判断どうなるか。今の完璧。画面端に追い詰めた。ここから、ここでバーンアウト。いやー頑張れ。体力差がある。このハンドをどう埋めるか。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。ゲージの運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所。まだワンチャン見える。この距離で打つ KO。 綺麗に決まりましたね。対戦は楽しむのが一番。気にしないでいこう。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。この飛びはガールの魔竜飛んでいる。時間はまだたぶん受け止めつつ攻撃する。やばい。ここはダメージ重視の線。ナイスめくり。ここで投げに行く。すごくいい。精彩ブラストで消せ。すごくいい。精彩 SA を使う。火力を上げ。なんかもうすごいことになってるよ。ここでバーンアウト。危ない危ない。まだいる。全然気が抜けませんね。いやこの体力差しフィニッシュよ。名勝負。プレギア2、喜びをかみしめているか。圧倒してますね。朝からぬ両者がついに相まみえる。お互いに頑張ってほしいですね。さあファーストラウンド注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。コマンド投げ読み勝っていく。読み合ってきた。どうするどうする。でプレッシャーをかけつつも見事なパット。完全に読み切っていた。綺麗に決まりましたね。いやこのままいけるよ。いや強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。いやどうなるんだろう。コマ投げは読まれていた。やばいんじゃないですかこれ。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。キャノンスパイクで読み勝った形。相手の飛びはしっかり対処。ここからリズムを作れるか。受け止めながら。ちょっと何ですか今の。ゲージを使う判断どうなるか。何これ、すごい派手でいいですね。相手にゲージがあるのでそれは気をつけないところ。慎重ですね。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。ここでのインパクトは通さない。 KO。 ナイスナイス、かっこいい。プレギア2、やり込みは裏切らなかった。圧倒してましたね。すごい。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。もう一回戦うんですね。頑張れ。そうそう、できてる。もらった。空中投げ、上を見ていた。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも狙いは良かった。まだ一瞬行きたい。このスーパーアーツはどうだ。さあなんとか中央へ押し返した。このまま一気に倒しきることはできるか。スパイク、どうなる。ここは中央と警戒している。できている。あ、届いた。おさあ次も今の調子でいこうか。いや強い。強すぎるよ。でもまだわからない。ナイス。どちらかが仕掛けていくのか。どうなっていくのか気になります。そう、それその強気。
したマーイス、先に仕掛けるのはどちらか。さっきの流れを持ちにしてそのまま行け。慎重ですね。はい、CA 発動。さあこれはどうだ。ちょっと何ですか今の。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみはなしだ。振り上げるまでに眠れない夜もあったでしょうね。ダニエフは距離はある。どちらが仕掛け。やーるじゃない。こっからどうするんでしょう。逆境を覆す集中力が研ぎ澄まされていた。あそこからも逆転はしびれますね。レイヤー2、喜びをかみしめているか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。さっき負けた方も次はいける。狙いはいい。大丈夫大丈夫。さあここは打撃をドライブパリー。どうだ。狙いはよし。次はいける。おっとここで S 勝負をかけに来た。お投げは届かず。よく見てた。天才か。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。何か狙ってるんですかねこれは。よくあるよくある。ここはガードでしのぐ。どうするどうする。まだワンチャン届いた。綺麗に決まりましたね。どんまいどんまい。技は当たってるよ。勝負はまだこれからって感じですね。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。一瞬の油断が命取りですよね。ここは飛び道具で牽制。受け止めながら。え、あとはここでスクリュー叩きつける。さあここからはさ、この飛びを見えている。投げが決まった。この距離で打ってきた。何これ、すごい派手でいいですね。二人ともやる気満々だ。この飛びはここで投げに行く。ここで SA 発動しているが、あ、これかっこいいやつ。これは見えない。おっとここでクリティカルアーツ。なんかすごい。これは KO 決めてた。ナイス。ファイト。ああこれはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。マンションプを仕掛けるか。ダイヤシが間に合う。ドンマイこれは忘れよう。おっとここで SA 発動。なんかすごい。ドンマイこれは忘れよう。いけるよ。集中集中。やるじゃない。爆裂してます。ちゃんとあとマッチある。これ以上はまずい。壊れちゃう。いや頑張れ。頭上がガラキ。マジか。まさかの結末となるか。いや、すごくない。なんですか今の逆転。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。飛躍がこっちまで伝わってきますね。注目のファーストラウンド、何が起きる。どっちも強そう。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。どうなるどうなる。これは気にしなくていいよ。惜しい。どうだ。さあパリの呼吸を置き去りにする。え、狙いは良かった。まだ一進一退。惜しい。うーん、どうなる。このスーパーアーツはどうだ。次はどの引き出しを開けるか。いいよいいよ。天才か。ここから試合は終盤戦。緊張感が。おっとここで S 勝負をかけに来た。え、あとここでスクリュー叩きつける。プレイヤー1、鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。うわ、逆転だ。バッチリこのリズム。 S ゲージを確認して次も勝とう。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。このラウンドが勝負となるか。どうなっていくのか気になります。この間合いで吸い込む。さあ近距離の攻め合い。そしてダブルラリアットから SA 発動。そしてちょっと何ですか今の。慎重ですね。いや体力が厳しい。ワンサイドゲームとなるか。うーん頑張れ。この距離で打ってきた。やばい。さっきの流れを KO。 ナイスナイス、かっこいい。レイヤー2、あまりにも強い。圧倒してましたね。